すごい、このスパイス効果で顔の周りがじわじわと温まってまいりますけれども、顔の汗が止まらなくなってきました。後からじわじわ出ますね。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、ということでね、本日は東京は足立区にやってまいりました。北千住に来てるんですけども、見てください、ここね、飲み屋街です。はい、飲み屋街、足立の北千住駅前にあるんですけども、この飲み屋街、いっぱいお店あるんですけども、今日はね、こちらの飲み屋街にデビルカレーというね、恐ろしい名前をしたカレーがあるんですけど、本日はそれが目当てでございます。本日のお店がこちらです。ドン、デビルカレーです。これね、デビルカレー、非常に外観がおしゃれなお店ですけども、店内もね、すごいバーカウンターのような、お店なんですけれども、非常にこうシンプルなお店です。こういろいろメニュー表があるんですけども、チキンカレー、インドカレー、いろいろあるんですけど、ありました、こちらデビルカレーということでね、店名にデビルカレーって入ってますからね。看板メニューがデビルカレー極辛口ということで、ね、これ辛さはね、もう極辛口で決まってますんで、今日はね、このデビルカレー、ちょっと怖そうな名前ですけども、早速挑戦していきたいと思います。それでは中に入っていきましょう。レッツゴー。はい、というわけでこちら来ました、デビルカレー極辛口でございます。見てください、これうわものすごいスパイス、いい香りがしますけれども、こちらね、具材はこうシンプルなんですけれども、これじゃがいもと、豚肉がこう乗っておりまして、でこちらね、ご飯の上にはレーズンが乗っておりますけれども、非常にいい香りがしますので、早速食べていきたいと思います。いただきます。さあ、デビルカレー極辛口、お手並み拝見ですということでね、じゃあまずこちらのスープからいってみましょう。いただきます。スパイシーですね。じゃあご飯も絡めて、ご飯に合いますね。すごい、このスパイス効果で顔の周りがじわじわと温まってまいりますけれども、こちらじゃがいも、これじゃがいもの上にこれ振りかかっているのこの唐辛子の粉はカイエンペッパーということでね、じゃがいもいきましょう。ホクホクです。デビルカレーというだけあってスパイスが効いてますけども、お口の中がヒーヒーしてきた時はですね、こちら漬物ですね、玉ねぎのピクルス、お口の中がリセットされます。シャキシャキ食感で美味しいですね。デビルカレーというね、ちょっと恐ろしい名前ですけども、まあ、確かにデビルのようにこう突き刺すような辛さがあるんですけども、スパイシーなね、こう刺激の後に旨味が後からやってきますけども、でこちら豚肉の塊です。この粒々はですね、コリアンダーというよくカレーに使われる、スパイスなんですけども、粒状で見るのはね、多分初めてに近いんですけども、分厚いお肉、もうスープに浸していただきましょう。いただきます。おいしいな、これ柔らかい。このお肉はシナモンで煮てるので、こう食べた時にそのシナモンの香りが口の中にふわーっと広がりますけど、上品なお肉ですね。おいしいな、これたまんないね。ピクルスの酸味も非常に相性が抜群でございます。ご飯が進みますね。このスパイスはね、こう十数種類以上使われてますんで、スパイスはスーパーで買える漢方薬とも言いますからね、非常に体にもいいですから、デトックス効果でございます。顔の周りもね、ほわほわと温まってまいりました。美味しいね、これ豚肉。
なもう上品ですね。顔の汗が止まらなくなってきました。残りのスープね、最後まで飲みましたけど、後からじわじわ出ますね。ごちそうさまでした。汗が止まんないね。ということでデビルカレーということでね、食べてきましたけれども、名前はね、いかにも激辛そうなカレーだったんですけれども、食べてみるとね、非常に上品な味わいでした。一番のね、おすすめポイントは、もちろんね、カレーのスープも美味しいんですけれども、その合間に食べる豚肉のシナモンで煮た豚肉が非常に上品でね、非常に気に入りました。美味しかったです。それでは辛さレベルの発表していきましょう。デビルカレーさんのデビルカレー極辛口辛さレベル6です。おめでとうございます。6でございます。食べてる時より食べ終わった後の方が非常に口の中とかピリ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 しびれるんですけども、非常に美味しく食べられる辛さでした。はい、こちらね、足立区のこの北千住の駅からもう徒歩1分圏内のところにありますんで、ぜひ食べに来てみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 SNS もやってますので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。